めっちゃかっこよくない？うん、これ今回僕らも初めて見るものになりますので、実際にちょっと当てていきたいと思うんですけど、これないとスパイクで履いてる時に脱げないから、ね、あー確かに、そうこれ一番ジャージでありみたい。はい、こんにちは。スポジャンフットチャンネルの弟、レオです。はい、かなり久しぶりの更新になるんですけども、実はですね、まぁ、ちょっといろいろ、まぁ、忙しかったこともありますし、まぁ、レオも引退をして、バイトに勤しんでいた部分もあります。で、僕もちょっと別の仕事だったりとか忙しかったのもありますし、でも何より、ちょっと、今回、ご紹介したいものがあります。実はずっと温めてた件があります。っていうのは、これです。はい、とうとうやっちゃいました。はい、僕らスポジャンフットチャンネルのユニフォームを作ることになりました。じゃあそのユニフォームを実際に開封していきたいと思います。では、早速開けていきたいと思うんですけども、今回、作成させていただいた、ブランドの方なんですけども、ボンボネーラさんという、スポーツブランドのユニフォームを作成させていただきました。で、このボンボネーラさんなぜ、選んだのかというと、ちょっと僕がこう指導している、サッカーチームの方で、その会社さんと付き合いのある方がおりまして、でぜひ、そこの方にですね、作らせていただきたいというお願いをさせていただきまして、もう今回、作ることになりました。でこれ今回僕らも初めて見るものになりますので、実際にちょっと開けていきたいと思うんですけど、まずジャージーですね。はい、開けていきますが、これ上かな、ね、これが下ですね。これは何サイズ L ですね。で、おか、えり。はい。これですね。めっちゃかっこよくない？うん。いい。色はちょっと黒ですね。強そう。はい。で、胸のあたりにはこのロゴマークを入れさせていただいて、あと後ろには、会社のマークを、会社のロゴも入れさせていただきました。すげえじゃん。うん。で、これがまあ僕の、弟の分で、で、次これがレオの分ですね。あ、サイズが違うというだけで、あ、レオが M サイズで、ですね。はい、こんな感じです。で、さらに、プラシャツですね。プラシャツで、レオがこの赤、もともと高校時代の、えんじのユニフォームを着てたっていうのもありまして、レオは、このプラシャツは赤にしました。で、下は黒かな？これだね。ね、下黒で。で、この、後ろには、同じ、スポジャンのロゴと、うん、レオの名前が入ってるっていう感じですね。はい。はい、で、最後に、弟のプラシャツが、この今度は僕は白にしました。はい、シンプルに白の、シャツですね。うん。下に、はい。で、後ろには、ロゴと弟の文字が入ってます。はい。はい、こんな感じで、全部で、4着ですね。レオのプラシャツ1着と、ジャージが1着。で、僕の、ジャージが1着と、プラシャツが1着という、全部で4点。4点のかける上下ということで、8点ですね。今回、こう作らせていただきました。じゃあ、ちょっと早速ですね、着てみて、試着をしていきたいと思います。はい、着替えてみました。はい、サイズ感ですね、かなりぴったりじゃない？レオ M だったり、うん、M で僕は L なんですけど、もうバッチリですね。もう感じと後ろの感じも、はい、で次回からちょっとまだね寒い時期なんで、この格好ではちょっと撮れないですけど、暖かくなったらこの形で、今度は撮影続けていきたいなと思います。で次は、ジャージですね。これはちょっと着てみていきたいと思うんですけど、これはね素材的にすげえいいよね。軽い、いい着心地や、軽めっちゃ着心地いい、
初めてかも。何気に結構お姉らさんも 初だよね、うん、なんだかんだ結構ピチッとする系。本当だ。足元でも足元ちゃんとチャックついてるから、これ足元は結構ピチッとする系で、これありがたいね、このチャック。これね、ほんとこれないとスパイクで履いてる時脱げない。ああ確かに、これ一番ジャンジャンありがたい。結構やっぱ下半身がっしりしてる、うん、なんかスタイル見えそう、うん、はい、こんな感じですね。はい、で後ろはこういう感じで、どうでしょうか。いい感じですか。はい。なんで、まあ、次回の撮影ですね、今度はこのジャージの姿で、続けていきたいと思います。で、結構ね、ファンの方でも、これ、欲しいっていう声もちょっといただいてるとかするので、まあ、今後ちょっと、どうしようかなっていうふうな部分はあるんですけども、皆さんに紹介してさせていただければなと思いますので、今後とも、ご覧になっていただけたらと思います。では今日はですね、この紹介をしていきたいというところがありましたので、まあ、次回からまた皆さんの役に立つ情報だったりとか、楽しみにしていただける情報だったりとかを発信していきたいと思いますので、引き続き、ご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。